トリパルタイト型機雷総統艇は、オランダ、フランス、ベルギーの三カ国共同開発による、機雷総統艇のシリーズ。三カ国共同開発であることからこの名があり、三国共同型とも称される。最終的に36隻が建造され、中古艇の取得も含めると、開発国以外にも、パキスタンやインドネシア、ラトビアでも運用されている。百五十二年、北。 大西洋条約機構の主要司令部の一つとして、海峡地区連合軍が編成された。これは、ドーバー海峡の防衛警備を担当しており、同海峡に接するイギリス、フランス、ベルギー、オランダの部隊によって編成されていた。あっちゃんにおいては、海域という特性上から当初より、大気雷戦に重点が置かれており、1973年5月には、常設の大気雷戦部隊として、 海峡常設海軍部隊が設置された。これら4カ国はいずれも1950年代に収益させた総海底を主力としていた。これらは朝鮮戦争での寒王嫌いに対する大嫌い戦の経験を踏まえた戦後第一世代の帝であったが、1980年代には寿命を迎えると予測されていた。 また当時、官王機雷の技術進歩が著しく、従来の機雷総会よりも、機雷総統の手法に注目が集まるようになっていた。このことから、フランスは1972年より、新開発のダブム -20 機雷探知機と、PAP-104 機雷処分具を装備した、総統専用艇として、シルセ級機雷総統艇を少数建造した。その実績に自信を得た同国は、 1973年、スタナベ法官の内独自の研究開発を進める、イギリスを除く他の2カ国と共に、機雷層統底の共同研究に着手し、1974年12月には3カ国の海軍参謀長による合意がなされた。本級の設計の大きな特徴が、建材として繊維強化プラスチックを採用していることにある。 第二次世界大戦末期の時期期来の出現を受けて、総海底の非持性化の要請から、戦後第一世代の総海底はいずれも木造艇とされていた。しかしその後、木材の高騰と木船建造技術者の減少を受け、総海底の FRP 化が模索されるようになり、1972年には、世界初の FRP 総海底として、イギリス海軍のウィルトンが浸水した。 同定は、第四次中東戦争中に、嫌い封鎖されたスエズ運河の警戒作業等で成果を、残し、コスト低減と合わせて、FRP 艇の有用性を強く印象づけた。また当時、欧州各国においては、1950年代に木造総改定を大量建造して、以降に木造艇の需要が薄く、15から20年の空白期間があったため、 次世代総改定の建造体制を事実上一から構築する必要があり、従って木造亭に肯定する必要が薄かった。このことから本型においても英国と同様の FRP 亭とされることとなった。構造面では基本的には木造亭の手法をそのまま FRP に適用したものとなっている。イギリスがやや先行して建造した半時計総改定と同様。 木製尖閣構造を踏襲した横肋骨方式が採用されており、骨部材と単板式の外反を、外反を突き抜けない程度の FRP 製品によって取り付けるという手法が採用されている。フレームライン形状は丸型とされた。本型は2系統の特徴的な推進装置を備えている。巡航及び8ノットでの相当用としては、 SWD 社製の215ロシアルーブルボルト型12、気筒ディーゼルエンジン1機により、弾性継ぎ手及び優勢減速機を介して5翼の可変ピッチプロペラ一軸を駆動する。一方、7のト以下の総当時には、補助電気推進によるアクティブラダーとバウスラスターを使用する。アクティブラダーとは火事に電動機を備えたものであり、本型においては8 8ットの 交流電動機で駆動される固定ピッチプロペラに機とされている。これらを含めた館内電気装置への給電はアスタズーズ社製ガスタービン発電機3機によって行われる。また一般公開用として1 6 0ットのディーゼル発電機1機も搭載される。館内の電気系統は4 4 0ト6 0ルツ3章である。大気ライセンシステムとしてスカバーマー3を備えている。 これは、フランス海軍が、シルセ級機雷総統艇で搭載したものの、発展型で、機雷探知機として、ダブム -21、総海底情報処理装置として、イベック20を用いるものである。また、ベルギーとオランダでは、これとは別に、戦術情報処理装置として、スイコ M を搭載する。このほか、テレゴン電子戦支援装置も搭載される。ダブムは、 シルセ級のダブム -20A の改良型であり、トムソンシントラ社の製品名としては TSM-2021 とされる。機雷探知用には100プラスマイナス 10kHz の周波数を使用しており、最大600メートルで探知可能とされている。一方、類別用としては420プラスマイナス 30kHz の周波数を使用して0.17度の 分解能を誇っている。嫌い処分具としては、やはりシルセ Q の PAP-104 が踏襲され、中心度に対応して発展した PAP-104 マーク4が採用された。2機を搭載し、またこれに搭載する処分用の爆雷は27個を搭載している。なおフランス邸では2001年よりダブルイーグルの運用にも対応した。シルセ Q とは異なり、 軽量総会具も一式備えているが、展開は右舷側に限られる。カカリン総会具としては、オロッペサ型の OD-3 が搭載されるが、官王総会具は国により異なり、例えば、オランダ帝では、フィンランド製の F82 次期総会具と、スウェーデン製の AS203 音響総会具が搭載される。総会速力は8ノットまで。 震度は90メートルまでとされている。当初は3カ国が15隻ずつを建造する予定であったが、後に建造数は削減され、最終的にはフランス11隻、オランダ12隻、ベルギー10隻となった。ありがとうございます。